プロデューサーさん、それで、お話というのは。黒井社長しばらく見てないわね。私たちの勢いに圧倒されて、尻尾を巻いて逃げ帰ったんじゃないのももセリよ。あの者を、侮ってはなりません。一度狙った獲物は、周到につけ狙ってくるに違いありません。 あのおじさん絶対しつこいタイプって言ってたのはリオだよ。それもそうだったわね。どんなハラスメントにもロコたちはパワフルなマインドで立ち向かいます。でも、やっぱりデリブルです。リハニアのおじさんを呼ぶって。えー、な、 リハには絶対に立ち入らせないなら分かるけどプロデューサーサリベンジマッチなるほどね。 私、私は賛成です。カレンちゃんカレンちゃんが賛成するなんて、こう言ったらなんだけど、ちょっと意外ね。カレン、立派です。あの者と相対しても負けない自信が生まれたのですね。はい。カレン。 タフになりましたね。脳殺散歩の効果がありました。はい。みんなが私のことを思ってくれてるって分かったから、立ち向かう勇気が出たんです。弱い自分にも、黒い社長にも。そうそう。華麗に成長した私たちを見てもらって、黒い社長とも友達になろう。 友達に。<laughs> そうですね。 集中。集中。そうだよ。私、落ち着きがないってよく言われるから、書道で精神集中することにしたの。心に浮かんだ言葉を本誌にぶつけるよ。むむんえへ。お客さんは友達。どうかな、プロデューサー。 て <laughs> れるなぁ。飾るなら、エレナのサインも書いちゃうよ。プロデューサー、何か悩んでる眉間にシワが寄ってるよ。 そっか。でも、私は黒い社長を呼ぶの大賛成だよ。私たちのこといっぱい知ってもらえたら、どんな怖い人だって分かり合えるよ。お安いご用だよ。プロデューサーが悲しい時は、エレナがなでなでしてあげるからね。 おい、この携帯番号どこから勘に付けたのかねナムコプロのミジンコプロデューサーべ別にそういうわけではないぞ。貴様らを邪魔するために仕方なくだよ、仕方なく。それで要件は何かね言っておくが私は君の100倍は忙しいんだ、手短に頼むよ。 そんなことで私の手出しを妨げられるとでも考えたのかね君たちがどこまで逃げても無駄だよ。私は私のネットワークで君たちの居場所を見つけ出し。って、んお招きしたいだとめ、目の敵になどしていない失礼なやつだな言っておくが、私は君ら雑魚のことなどこれっっちも気にしていないのだからな。 だが、<laughs> まあアリンコのダンスを見に行くのもいい暇つぶしにはなるだろうよろしい時間を教えてくれたまえ気が向いたら見に行ってやってもいい どこは今までロコアートのマニファクチャーにコンセントレーションしていたのですが、リオが T を入れてくれたんです。創作活動の息抜きってとこね。あ、お茶、プロデューサーくんの分もあるわよ。おせんべいもありますよ。プロデューサーも食べますかそうこのおせんべいすごくいいでしょロコが見つけてきた えらいわねロコ。<laughs> このおせんべいのように、ロコもいつかビッグなアーティストになりますよー。うん、きっとなれるわよ。 おいこの携帯番号どこから嗅ぎつけたのかねナムコプロのミジンコプロデューサーべ別にそういうわけではないぞ貴様らを邪魔するために仕方なくだよ仕方なくそれで用件は何かね言っておくが私は君の100倍は忙しいんだ手短に頼むよ そんなことで私の手出しを妨げられるとでも考えたのかね君たちがどこまで逃げても無駄だよ私は私のネットワークで君たちの居場所を見つけ出しってんお招きしたいだとめ目,目の敵になどしていない失礼なやつだな言っておくが私は君ら雑魚のことなどこれっぽっちも気にしていないのだからな フンフンまあアリンコのダンスを見に行くのもいい暇つぶしにはなるだろうよろしい。時間を教えてくれたまえ気が向いたら見に行ってやってもいい